袖振れシビロです。まずは日本舞踊よさこいご開催おめでとうございます。これから披露いたしますのは16代目オリジナル演舞わくらまです。一平商人と竜をテーマとしており、町人と一平商人が共に困難を乗り越える姿と海に眠る伝説の竜を演舞にて表現いたします。わくらまはこの龍馬よさこいで振り納めとなります。会場の皆様に感動を届け、共に楽しむことができるよう精一杯演舞させていただきます。お手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。出会いは儚くものなれの未来詰めるいつの世も皆様。